第8レース1着となりました。京都の窓場近寄り選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございました。1着最近本当多いですね。そうですね、最近1着よく取れてるのもあるし、もうコーチがほんまに相性いいのもあります。コーチも本当にこの場所でよくお見かけします。そうですね、もう10場所で結構ここに来れてるとは思うんで、毎回さえ今日も初日来れてよかったです。今日のレースはどのように走ろうと思ってたんですか？そうですね、しっかり後ろ藤田さんもしっかりついてくれてたんで、もうどっちかというと斉藤選手がやるようなことを僕がしたかったんですけど、まあ、ちょっと500っていうのもあって、まあ、レースの流れがなかなか合わへんのと、ちょっとタイミング遅れてしまいましたね。でもそこから落ち着いてしっかりまくって。そうですね、前までズバッとまくれなかったんですけど、まあ、もこもこ、まあ、なんとか1着で行けてよかったです。走っててバンクコンディションはどうでしょう、気になりましたか？いや、もうとにかく暑いですね。もう控室も中 もう汗だらだら出てきて、もうこれはバテてくると思うんで、ほんまに体力勝負したいと思います。頑張って。では明日明後日もまたここでお待ちしてますね。そうですね、もう最終日ここで表彰式を受けれるように頑張ります。では応援してくださった皆様にメッセージをお願いします。ほんま暑い中応援ありがとうございました。見てる方も体調気をつけて、しっかり応援お願いします。おめでとうございました。